ダルアーは、シリア南西部のダルアー県の県と、ヨルダン国境の1 0トル北にある。人口は、およそ7万5千人。また、人口6千人ほどのパレスチナ人難民キャンプがある。ダルアーの歴史は、カナン人の時代まで遡る。古代エジプトの文書では、トトメス3世の知性のうち紀元前1490年から、紀元前1436年までの間の記録に、 アタラーの名で登場している。旧約聖書では、バシャンという王国のエドレーという都市が、たびたび登場し、これが、現在のダルアーである。町の近くには、ローマ劇場など、古代ローマ時代の遺跡もある。636年には、近くで政党カリフ率いる、イスラム国家とビサンティン帝国との決戦、ヤルムークの戦いが行われ、ムスリム側が対象した。 街の中のモスクはアッバース町時代の1253年に古代の建物の建材を使って建てられたものである。ダルアーは首都ダマスカスからヨルダン方面へ伸びる道と内陸のボスラ方面へ伸びる道の交わる場所である。また1908年にはオスマン帝国がヒジャーズ鉄道を開通させたがダルアーはダマスカスからメディナへの本線と 地中海岸の港湾都市、ハイハー及びアッコンへの支線、内陸のボスラへの支線が交わる場所となった。ハイハ方面への支線は1946年に廃線となっている。町の産業の基礎は農業で周辺の農村から小麦や大麦などを集穫し、市場では農村からの客に生活物資を販売している。2011年3月中旬頃から、 バッシャール・アル・アサド体制への抗議デモが活発化。これに対して政府側は軍隊の投入を決め、同年4月25日未明に戦車を含む兵力にてダルアーシ内に突入。多数の死傷者が出た。シリア内戦時は長らく反政府勢力側の支配下にあったが、2018年6月になると政府軍の反抗が始まり激しい抗戦が行われた。 同年7月6日、反政府側はダルアーを含むダルアー県のすべての都市からの撤退を決めた。ありがとうございます。